しくお願いします。どうも、レゴラジです。本日はこちら、2022年マイクラレゴの新製品、とっても可愛いキツネ小屋です。このセットは、キツネが寝ている姿を小屋にしたセットです。完成後に実際のマイクラのキツネと見比べてみます。でも、レゴラジはキツネが寝てるとこ見たことないんですよね。今回のセットは193ピースで2780円。なんと、すげえブーじゃない。ちょっと興奮してしまいましたが、今回はミクロに説明書1冊です。今回、なぜかドラウンドも入ってるんですよね。ということで、本日もよろしくお願いいたします。完成です。続きまして、袋2の組み立てになります。袋1で土台部分は完成してるので、残りはキツネ小屋ですね。今回のセットはパンダを超える可愛さかもしれません。完成が楽しみです。完成です。それではごゆっくりどうぞ。さあ、もう一度見てみましょう。あまりパーツはこんな感じ。釣り竿は嬉しいですね。まずはミニフィグから。キツネのコスチュームのスキンかな。尻尾もついていて、めっちゃ可愛い。ダイヤの剣と釣り竿付き。これは熱帯魚じゃないけど、サケとタラには見えない。わら。次はこの人、ドラウンド2度目の登場ですね。今回もトライデントを持っていなかったので、ソビエル島からお借りします。いい感じ。やっぱりトライデントは大事。お待たせいたしました。キツネさんたちの登場です。キツネも今回で2度目の登場ですよね。コキツネは初登場です。これがめっちゃ可愛い。これ目当てで買ってもいいと思う。こんな感じで尻尾を動かすことができます。そして、初登場の北極キツネ。これはレゴラジ見たことがなかったので、クリエイティブで雪原でキツネをスポーンさせたら北極キツネになりました。まだまだ知らないことがたくさんありますね。どっちもとっても可愛くて、買ってよかった。そしてこちらがキツネ小屋。これがすごいんです。右上の画像と比較してみてください。これは再現度 100? いや 120% です。小屋ですので、もちろん中はお部屋になっています。地図やかまどもありますし、紫のベッドもあります。このままだと遊びにくいと思いますよね。安心してください。屋根は外せますよ。こんな感じ。
大きな部屋ではありませんが、拠点としては十分です。こちらのチャンネルでは、ほぼ毎日レゴの動画をアップしております。気になる新製品から、懐かしの廃盤品、中古でゲットしたものや、ジャンク品の検証など、レゴのことなら何でも取り扱っております。年始は新製品のレビュー動画を多めにアップしていきます。ぜひチャンネル登録をして、次回の動画をお待ちください。また Twitter のフォローもお待ちしております。レゴの情報は Twitter が一番早いです。お気軽に絡んでください。今回の動画の最初に紹介したあんな感じのも送ってくだい。レゴでもお絵描きでも何でも OK です。癒されるの希望、わら。それでは次回のレゴを紹介しておきましょう。次回はこれ、キノコハウスです。お楽しみに。本日もご視聴ありがとうございました。